じゃあ、こんにちは。はい、辰川さん、いらっしゃい、はい、元気だけですね。いやいやいや、最初元気でね、はい、いらっしゃい、いらっしゃい。いやいや、辰川さんは、辰川さんは、広瀬東洋、広瀬東洋、東洋大学、ね、あなたはタタラ学園に中央大学、いや、一緒にずっとやってんだよ、長い間、1年生からレギュラーだもんね、お前。まあ、その時4年生ですもんね。そう、4年1年だから。そうですね、でも輝かしいですよね、辰川さんの経歴見ると。だって、まあ、広商で優勝し、甲子園で、で、東洋大学で、日本一に なってないですなってない、なれなかった、ね、あれ ね、ちょっとあの岡田明信のところにやられたの、早稲田にね早稲田にやられて、でも、広商の時に、ね、カープから誘いがあったわけでしょ。ない。いやいや、その時は水沼さんとか道原さんがいたから、4年間を大学で過ごしてから入った方が、いや、あのね、後で聞いたら、あのパ・リーグの6球団あったらしい。部長さんが言うよって。あ、本当ですか。セ・リーグはなかったぞ、お前で。いや、それはあの後付けかもわからんけど、後々にいろんな話するじゃない。僕、高校の時は話なかったんですか、言ったら、あったよ、俺で。カープはなかったよ、俺で。でも、地元広島だったら、やっぱカープには入りたかったですか。いや、どこでもよかった。あ、どこでも。でもプロ志望ではあったんですよ。プロ志望、プロ志望、もう、就職は、考えてなかった。あの大学の時、それとも、いやいや、高校の時。いや、高校の時は、一応小学校の時にもプロ野球選手になりたいという、6年生の時に作文書いて、で、中学校の時からもうやっぱり巨人の星目指してやってたよ、いろいろ。なんかこう、わけのわからん、あのウェットトレーニングのあれないから。わけのわからんってなんで。いやいや、ブロックでこうやったりとか作って、ブロックあるじゃない、あのブロックでこう上に上げたりとか、で、今のあの校庭にアスレチックスあるじゃない、あの例えばこう渡り運動器具ね、運動器具があるじゃない、で、こうあのタイヤがあって馬飛びしたりとか、で、あの鉄棒禁止やったり、鉄棒すごい得意で大車輪できよったからね。信用できる。信用できないです。いや、大車輪だ。で、毛上がりもできよったし。その時はコンタクトじゃなかったんですか。その時目が良かったのよ。本当ですか。でさ、あると高校に入って夕方ぐらいからノックになるのよ、はいはい、昔は、はい、なりますね。電気は若干、ね、こんなやつが6つ4つは、まあ、ナイター設備ね。そうそうそう、ナイター設備、ね、そうそう、あるんだけど、はい、見えないのよ。もう大体2人か3人おるじゃない。で、後ろのやつに右左って言ってもらうのよ。おい、ちょっと言ってくれ、どっちに飛んだかいで。え、ノックを見えないよ、本当に。もう本当に見えないだから。いや、それは辰川さんだけは見えなくて、私だから他の人は、他の人取っちゃう。そうなんです。うまいこと。取り目ですか。いや、取り目じゃなくて、本当に禁止で。その時気づいたの。禁止って。だから監督は知らなかったさ。で、あんたも知っとるけど、中央にいた田所やつが、はいはいはい、あいつがちょっと謹慎を食らったのよね。ちょっと悪いことしてね、後輩をちょっとね、痛めつけて。いや、痛めつけたらいいことはないんだけど、後輩にちょっと芸をさしたのよ。で、それが先生の激励に触れて、そんなことさせちゃダメだって、うん、歌、まあ、例えば歌を歌わしたとか、ああいう程度よ。まあ、そんな程度じゃないでしょうけど、ね。いや、本当そういう人ね、技持っとったのよ。こうしてね、こうすると耳の中でこう、なんかこう、はいはいはい、技持ってた、ね、うまい技持ってたの。ちょっとやってみんなでわーっと笑ったら、ちょうど担任の先生がその教室の、いじめてると言われて、で、1週間休みの間にこんなこと入れてたの。いいぞこれ、入ってるか入ってないか分からんぞ、って、はい、冬の、試験休みに入れたの。そっからガーンってやっぱり全然違います。視力って大事じゃないの、分かったよ。でも甲子園出た時に、ええ、江川さんと一緒じゃないですか。そうそうそう。で、江川さんを脅しに行けって言われたのは本当ですか。いや、脅しに行けるよりも監督にちょっと見てこいと、なんかすごい書いて、で広島弁でちょっと言ってこいって言ってたんでしょ。何でもいいけ言えって言われたんだけど、江川は分かってないよ。江川何言ってんか分かってない。ただ江川言えって言われたから、当時はもう監督の言うことは絶対服従だったから、はいはい、ちょこっと何つったんですか。覚えとけよ、お前が。情けないよ、恥ずかしい、言われるんだ。オンドラーって言ったんだ。いや、オンドラー言ってない、オンドラーまで言ってない。本当ですか。オンドラーまで言わないよ。本当ですか。うん、それ、なんで脅しに行ったんですか。いや、まあ、あれじゃない、度胸試しというか。なるほどね。もう、おじけついとったもん、みんな。
なぜかというと、その前の日のミーティングで、まあ、あのテレビしかないからで、まあ、テレビでずっと見てるじゃない。まだ木のバットですもんね。木のバットで、監督がどうするいうのを言うじゃない、指示出すじゃない。その時に、あのおい、何かあるかいって言うて、もし顔頭だったら死にますかねえたら、おお死ぬると思うよ言われた瞬間にわあこれいや、それまでは当たってでも出なきゃいけないいう気持ちがあったんだけど、まあ それぐらいすごい言って脅かすんだもん、監督が。いやー、江川さんの当時の頭くらったら死ぬでしょ。いやー、すごかったね、あれね。もう衝撃だった。でも、達川さんはそう、プロ入っても対戦してるわけじゃないですか。その時は、彼はもう、あの後から聞いた話だけど、お前には全力で投げたことないんだよ。本当ですか。本当に。いや、プロに入ってでしょ。プロに入っても。高校の時も。もうずっと。本当に。永遠に力入れて投げたことないんで。いや、でも、うん、それなりに早かったでしょ。うん、それ言ったよ。俺だってね、あの空気読めるから、相手の力は分かるみたいな。だから、あの、衣笠さんと、あの、ヤンポコイさんだけは力入れて投げてたと。で、あと外国人ね、は投げてたと。で、高橋芳彦にも投げた。なぜかというと、塁出て、うん、かき回されるぐらい嫌だから。塁、はい、出したくないって。お前はまあ、ライト前へ打っても知れてるから、まあそれ言われても腹立たんぐらいすごかった。まあすごかったですよね。もうあの力の差が歴然としとる。でも高校の時は一番早かったって言うじゃないですか。その一番早いなと思ったのはやっぱり1回戦の北陽高校の時に見に行ったんですか。みんな、いや見に行ったって 入場行進の後の1試合目だから。ああ全員だから、その当時こうあるじゃない甲子園のあのなんか入場行進のね、のあの、はい、名札じゃないし、何あれ、なんか許可証みたいなもんでしょ。そうそうそう、あれ入れるのよ、選手は。はい、で、バックネット裏で、全校が見たの、あいつ初めてじゃない。だから江川さんが投げるっていうか、ね、32校のうちの30校、2校がやるわけだから、はい、試合を。当時はあのレギュラーがあのシートノック出るのよ、はい、バーッと出るんだけど、はい、最近はまあレギュラーのやつがブルペンで受けたりするんだけど、なんかおかしいなことやるんだけど、その時に全員シートノック見てないからね、江川の投球見て、うわーって、うわーって言うたよ、私も。すごいなと。早かったですよ。ウキャーッと2番手キャッチャーがもうミットを差し込まれとった。あれはすごいな思うて、これが笑顔かと。その時衝撃だったですね。衝撃だったね。その中国大会優勝した時にもう、監督が言うと、栃木にすごいのゴルドと、少々じゃないと言って、お前らびっくりするようなゴルド。その当時もう何もないじゃない、情報何にもないのにもう情報が来てたんだよ。だから各地区に広島の関係者がいるじゃない、はい、それが情報を流してきて、はい、だからもう江川すごいんだいう話で。でも大学をお互いに進んで同級生じゃないですか。大学の時もやりました。いや、練習試合やったけど投げてこなかったよ。投げてこなかった。投げてこなかった。舐められてるんですか。舐められとった。舐められた、舐められた。でもまあそうやって大学4年間過ごして4位で入るわけじゃないですか。4位で入る。やっぱ嬉しかったでしょ。嬉しかった。地元広島っていうこともあるし。いやいやいや、嬉しいよりもとにかくプロに入りたかったから。まあ瀬とかパとか、僕は絶対セリーグに入りたかったんですよ。トートでしょ。だから人気なかったじゃないですか、六大学から比べると。だからやっぱりお客さんがいるところでやりたいっていうのがあって、あった。やっぱセリーグに希望を出してたんですよ。ああセリーグ希望、はい、あ希望通ってたかな。いや宮根さん通してくれるんですよ。ああどこへ行きたいかという、はいはい、で何位で入ったの。3位。俺は4位やけんな。だけやけんだよ、違うね。え、いくらだったんですか。いや、言っていいのこれ。いや、言っていい。守秘義務があるんじゃないの。いや、全然言っていいですよ。もう何十年前ですか。お前何個やった。3000万。はーい、信じられた。いくらですか。2000万。まあ、これ本当。まあ、でも時代が違うじゃないですか。時代違うんですよ。3年違うんですよ。3年違う、言うてもまあ。給料いくらだったんですか。給料240万。360万。うわぁ、最低保障年俸上がったからね。まあそうですね。ユタ。でもね、ユタこれ嘘かほんまか知らんけど、事実かどうかわからんけど、その担当のスカウトに、うん、第一声、たまたま担当のスカウトは広島の先輩だったの、金岩さんに。はいはい、金岩さん。金岩さん、これ有名なの、はい、いやいや、だって太陽来られたじゃないですか。そう、小田さんと一緒に。名伯楽というか、はいはい、スカウトの、もう今までの歴代のスカウトの名物スカウトやから、ね、いや、金岩さんが太陽に来たから、太陽が優勝したんですよ、ベイスターズ。だからいい選手たくさん来て。そうそうそう、それが育って、うん、98年に優勝することができた。そう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 。で、
キニオさんが言うには、あの当時はウェーバーだった、完全な、はい、ウェーバーだったから、で最初くじ引きして、はい、またくじ引きして順番を決めるいうウェーバーよ、分かる、はい、順位のウェーバーじゃなくて、はいはい、だからそれで太陽が広島の後だったの、あ先だったの、先だったの、そう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 、でそのキニオさん曰く、あの太陽のスカウトがお前のとこ立つかはいかんのんならうちがもらうよって、だから一つ間違ったらカープがどうぞいって言ったら太陽だったの4位で、それ惜しかったですね、いや本当一緒にやってたよ、だからそうですね、やってたよ、そしたら強くなってたから、いやー市川と同じぐらいの方だったから、それは大丈夫かな、いやそんなことはないですよ、レベルがちょっと違いましたけど、いやいや、まあその本当の話これ、ああ嘘みたいな本当の話、なるほど、うん、じゃあ次回はプロに入ってからの話を、もういきなり、はい、高校時代の話ないの、もういいっす、いやいやいやもういいっす、たくさんです、はい